南悠子は女優、元宝塚歌劇団団員。本名は、上野悠子。東京府出身。宝塚歌劇団時代の公称身長は161センチメートル。宝塚歌劇団時代の愛称は、悠子さん。宝塚歌劇団29期生。宝塚歌劇団では、淡島千景、久慈麻美と共に、東京のサンバガラスと呼ばれた。小堺高等女学校出身。1939年、宝塚音楽舞踊学校に入学。1941年、宝塚歌劇団に入団。初舞台公演演目は、正幸出陣である。宝塚入団時の成績は17人中7位。また、宝塚在籍時においても南は映画やテレビドラマに数多く出演していた。1971年、宝塚歌劇団退団。最終出演公演の演目は、月組公演、かもめよ波頭を超えて。退団後は、舞踊家として活動した。2013年3月2日に、急性呼吸不全で死去。89歳没。前日の東京のサンバガラスの最後の一人だった。死の翌2014年、宝塚歌劇団、創立100周年を記念して創設された宝塚歌劇の殿堂最初の100人の一人として殿堂入りを果たし、同時に淡島、久慈も殿堂入りしたことから、東京のサンバガラスは全員殿堂入りすることとなった。ありがとうございます。